お疲れです。こんにちは。です。今日すいません。こちらにいらっしゃるのは、秋吉プロと泉田大二郎プロのコーチしてさせてもらってる桜井翔吾です。おー。はじめまして。よろしくお願いします。今日、合宿なんで、ちょっと、はい、参加しておうって。はい。呼びました。あまあ言うて今年初ですけどね、見るのこれは桜井さんに見てもらうようになった経緯っていうのは何だったんですか。経緯は今のクラブっていうのが僕のタイプに合わないと、アッパースイングの人がすごい合うっていうことで、はい、ドライバーをに合わせたいから僕もスイングを変えようと思って、はい、アッパースイングにしようっていう決断をしたぞ、自分なりに。なるほど。で、大二郎にアッパースイングしようと思うんだけどねって聞いたら、はい、大二郎は翔太君そいつやめた方がいいよって言われて NC が出たんですよ。でも僕も我が強いから、はい、やるって決めたりやっちゃうんですけど、はい、で翔太に一回ちょっと相談をしたら、いや翔太はこうだからこうだからこうだからっていうことを言われて、はい、あ、そうなんだと思って、で自分が今までやってきたことっていうのが正解だったっていうのが自分で確認ができたんですよ。なるほどですね、はい、それでそういうのはちょっとコーチ契約してくださいよっていうのノリっすよね。あ、もうポンポンポンと話が進んだわけですね。結構早かったね。早かった、すぐ。もうそしたらもう自分のスイングに合ってるコーチがいるなっていう感じでお願いをさせてもらったんですけど。なるほどですね。じゃあその辺も詳しく後で桜井コーチの方にいろいろと解説していただきましょうかね、はいはい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よいしょ。どういうすごいいい球でした、ね、どうですか。最高。で、桜井コーチ、秋吉プロさっきそのおっしゃってた、はい、秋吉プロに合った教え方というかその体の使い方っていうの、はい、分かりやすく言うと、はい、ダウンブローに打ちたいのかレベル、はい、短いアッパーブローに打ちたいのかっていう、あ、何でも分かれてて、でも結局その潰したい上からガツンって入れたい人が結構クラブでもうやばいことになってるっていう、はい、ああ合ってなくて、合ってない合ってない、あ、それでやっぱり調子を崩してしまう。そうそうそう、だって今そのクラブって上カーボンのやつら、そうですね、こう素材がカーボンになってきて、そうなんですよ。ただそれってやっぱ重心が下がるじゃないですか、はい、クラブの重心が低いところ来るんで、はい、そういうのってやっぱアッパーに打つ人たち向けなんですよ。あ、そうなんですね。でもやっぱそのダウンブローに打ちたい人たちとかトラックマンとかで測ったら、はい、結構マイナスがついたりとか、お、アタックアングルが、はい、がついたりするんですよね。だから若干ちょっとこう上目に当たってくる人たちがやっぱいて、はい、でもそういう人たちってやっぱ上が軽いと負けちゃうじゃないですか、はい、ああそうですよね、はい、その時にやっぱインパクトの瞬間にすぐバッて負けてしまって、はい、ただこれアマチュアの人はそこまでこの感覚がないから分かんない人が多いと思うんですけど、はい、プロとかはその感覚やっぱあるんですよ、インパクトの瞬間に、まあ、やばい負けたみたいな、繊細じゃないですか、ね、でもそれをあクラブじゃなくて自分の動きかなって思うんですよね。で結構イップスとかが増えてるんですよ、はい、イップスって心かもしれないけども、はい、絶対クラブなんですよね。まあ、はい、私自身もそうだったかもしれない。いやいや、まあ、だからいるからあんま言えないんですけど、潰したい人たちが本当に苦労してるっていう。そうですよね。だから東明さんなんかも言ってらっしゃったんですけど、はい、カーボンヘッドがやっぱりコントロールがしにくいらしいんですよ。なるほどなるほど。で今本間さんからフルチタンの素材でヘッドを出したんで、はい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 、そのドライバーはすごくコントロールしやすいと。ああなるほどなるほどなるほど。でやっぱりどうしてもカーボンヘッドがっておっしゃるんですよね。ちょっとまあ僕は逆にアッパーに見えてたんですよ。でちょっとさっき話した時にいや俺絶対打ち込みたいと話したから、もしかしたらそのやっぱプロなんでテクニックあるんで、はい、逆の使い方でやってる可能性もあるかなっていうのもあるのかなっていう話してる中で。なるほど、はあはあ、その辺がゴルフを道具が難しくしてしまうっていう、うん、翔太も絶対昔から見たらこう体の使い方も、はい、こういうのを貸したらバーンってぶつける、はい、でも今こう地面反力多いじゃないですか、はい、こういうクラブしか出てないんですよね。なあ、地面反力で下から上にっていう理論が変わったじゃないですか、はい、ぶっちゃけ、はい、昔と今ってあれって、はい、まあ、僕的にはクラブが変わったから理論が変わったって思ってて、あ、まあ、でもそれが合わない選手絶対いるんですよね、体の使い方で。もちょっと、まあ、伝えていければと思って翔太に。そうですね、
難しいね。難しいですね、その辺はね。やっぱり選手の感覚もあるし、理論だけじゃっていう、なかなかね。そうなんですよ。その辺も踏まえて、ね、そうですね、今年の秋吉選手に指導していただいて、うんうん、しっかり成績を、はい、さすが賞金王ですね。うちの小田孔明選手のスイング、ね、見られてどんな感じですか？うまいっすね。ヘッドの使い方がうまいよね。あ、ね、俺が偉そうに言うことではないんやけど、はい、ね、本当すぐシャットに、シャットてか、はいはい、ね、上げる瞬間フェーズを、まあ、シャット気味に使って、はい、でそこでこうできた角度をそのまま打っていくっていう形。結構しっかりヘッド使ってるよね。そうですね、うん、じゃないとやっぱ飛ばないよね。え、小江さんもう何歳？今年43歳だよね。めっちゃ飛んでるもんね。まあ、本人は役が明けたから今年はいけるって言ってます問題、はい、すげーわやっぱ。さすがなんか賞金王って感じ。球が強すぎる。そうですね、はい、まあ、やっぱ43歳が打つ球とは思えないですよね。やっぱでも本当その今のクラブに沿ったやり方をやってるよね。本人はあまり意識してないかもしれないけど、うまく時代についていっているという。 そこなんですよね。うまく時代についていってる感じがするんですよ。孔明さんと同年代の選手たちもやっぱり、まあ、いろんな選手やっぱこう苦しんでシードを落として、うん、ね、今下部ツアーでやっぱりこう苦労して戦ってる選手たちってやっぱたくさんいらっしゃいますから。確かに考えるとやっぱすごい人、まあ、その中ですね。時代についていって道具も変わるし、うん、ボールも変わるし、その反応がやっぱ上手いんですよ。すぐ察知る感性が高いんでしょうね、うん、まあ、だから年齢とともに距離も落ちてくるし、体のパフォーマンスも落ちるし、そういった部分もこうゴルフのスタイルを変えていってるんじゃないかなと思ったりもするんですけど。確かに確かに、やっぱ一流ですよ本当に。3ホールマッチの前哨戦です。ただしやっぱりそこはツアープロです。フェアウェイ限定ですね。もちろん飛んでもラフはダメです。フェアウェイにいる方が勝ちになります。それはじゃあ小田プロから、まあ、あとはこのフォローの風がどこまで影響するかっていうとこですかね。浦大さん先日ね、あのコラボしました浦さんですね。よし、行くぞ。ナイショー。音が、おお、振った結構。おお、飛んでる。フェアウェイには行ったよ。今どこまで行った？飛んでる。やば。いやー、今の飛んでるわ。カート道楽勝、楽勝でキャリーで越しましたよ。プロ大好き。そうだ。勝つよ同じ。勝つよ同じ。頼むよ。ね、やっぱ飛ばしもね、売りですからね、アイキューショータプロ。あれ？ラフじゃねえ。あれ？これラフじゃねえ。あ、ラフです。よし、前哨戦勝った。お疲れ様でした。結構で今当たったよね。当たってましたけどね。方向だけ？いや、結果ないよね。桜井コーチから辛辣な言葉が出てますけど。やっぱ結果っすね。結果なんですね。今お二人のスイング見てどうでした？結構お二人ともその飛ばしに行ったスイングですよね、今の。結構右サイドでここ行かんすよね、やっぱ。ああ、孔明さんのスイングですか？それはどっちか。あ、うん、やっぱ後ろ体重で行ったら飛ぶっすよね。ああ、すごいね、すごいね。孔明さんのことやばかった。ナイショー。なかなか普段あんなに振ることないですもんね、はい、孔明さん、ね、ちょっとなんか昔の孔明さん見てる感じでしたね。バクって言ってバクって上がり3つの前哨戦の前にフォローなんで、せっかくなんでお二人にドラゴン対決でもしてもらいましょうか。あ、いいですね。
あれあんまり緑のパンツ履かれてる方ってあんまり乗り気じゃないみたいですけど。手がある？え？あれ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 ある？イアンボールある？イアンボール。いやいやいや。いや、あ、違う違う。それルール違反です。トビエモンとかね。トビエモンとかね。あれって試合中打っていいかな？トビエも公認機もあるはずよ。え、あれあれダメな雰囲気ないよね。いろいろあるんじゃない？そのトバドラゴン用とか。あ、そう。でも本当あれ片も飛ぶからね。そう。いやいや。本当に。マジで？いや本当本当。